Ladies and gentlemen、 どうもドラム佐々木ですということで、つくがみにね、このパーティーで言ったら超最強じゃないかと思って、やってみました。そしたらね、つくがみね、あっさりとね消えたということで、ということで、それを皆さんに、お見せしたいと思ったので、回しているってことで、それではどうぞ、ゴー。はい、これはね本当に重力だけでいい。もうダメ男もマジでいらない。もう反射でも何でもいいんです。もう貫通でも何でもいいです。所定これで抜けれるからね。まずスピードの方はね、これ一発で抜けれるから。これが友情でまずぶっ飛んでいくからいきます。なんと効かねえな。ボン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 、はい、これですよ。強すぎだろと。強すぎだろ。この面はね、まさに強いな。オエモンがつくよみに行ったら、もう、では行けないやつだから、これもう。聞こねえな、そんなもん。聞かんぞ。悪いに聞かんぞ。ちなみにフレンドの方が DMT 特 L ついてるんで、ね、いつもなく軽くある。で、まあ、私の、ゴエモンの方も、ユーミンの方だからね。ね、まあ、このパーティーでね、ただハクアとかね、まあ、回ってみたいかなと。はい、ボスです。早いね、このパーティー。2分でもボス来たよ。一番多分ね、早い人だと1分半あたりでね、もうボス来てるかもしれないけど。まだ遅い方かもしれない。ニクラも倒す必要ないからね。別にはまだ早いわ。それですね。あとはまあ上のまあこれ当たるだけなんですよ。おかしいだろこの火力。ビットンも何もかも全部消えていくからな。色かかってる状態でも普通にもうついてる。いや、神だよ本当に。新月にはまだ早いわ。はい、で、あともう大号令打って終了な感じで、至高の玉座にて天地を滑るもの。光あれ感じていけばよかったかな。我、至高の玉座に天地を滑る者光ある。はい、ということで今回はつくよみにゴエモン2体連れていったらどうなのかと思ったら、あっさり行ったので、
良ければ、評価とチャンネル登録お願いしますってことで、以上アートラム佐々木でしたというで、はい、ということで以上ドラム佐々木でした。バイバイ。